ラフェーは、ドイツのシンガーソングライター、歌手、女優、モデル。ラフィーの名での活動で知られている。ヨーロッパ、特に、ドイツ語圏で人気があり、100万以上のレコード売り上げを、記録している。ノルトベストファーレンシューアーヘンシュトルベルクの地区の、バスボック近くで生まれた。父、ベルントクラインは、ドイツ人。母、ケリアクーラは、ギリシャ人で、家族には、兄アンドレアスがいる。 9歳の時、彼女はデモテープをテレビ番組に送り始め、そのうちの3つに出演するようになった。2004年9月、13歳の時にで、オーストリアの子供向け TV 歌唱コンテストのキディーコンテストに参加し、バリー・マニローの悲しみのマンディのパロディ曲を演奏した。このテレビ出演がドイツの音楽プロデューサーであるボブ・アーンツの目に留まり彼女のデビューが決まった。 2005-2008、デビュー成功とセカンドアルバム15歳で音楽キャリアを開始し、以来、雑誌ブラーボと音楽チャンネルビバによってサポートを受けた。2006年ファーストシングル、ウイルスをリリース、ドイツとオーストリアの両方のシングルチャートで14位を記録した。続くシングル、プリンザスチェンは、ドイツのチャートで11位を記録、ワズイストダズ、ミターナハとも、 ドイツとオーストリアのチャートでチャートインした。これらのシングルのヒットもあり、デビューアルバムラフィもドイツとオーストリアのチャートでチャートで1位を獲得した。2007年7月6日に2枚目のアルバムイエッツエアストレヒトをリリース。リードシングルホイルドクを2007年にリリースした。アルバムはイタリアとフランスのアルバムチャートにもチャートインし、ドイツではプラチナ、 オーストリアではゴールド認定を受けた。シングルバーバックダインアーシュはドイツのチャートで21位を記録。シングルウェアビン・イッヒはドイツで25位。オーストリアのシングルチャートで41位を記録した。2006年11月から2007年の春まで放送されたニーナエスベルトにて俳優デビューをし、また RTL テレビジョンのメロドラマグーテツアイテン。 シュレヒテ祭典に出演した。2006年12月31日、ベルリンのブランデンブルク門での大晦日のギグを行い、番組は100万人以上に視聴された。2007年8月25日にも、ブランデンブルク門での野外イベントの一環として11万9000人の前でギグを行った。2007年には、エコーショーを最優秀女性シンガー。 グラボーゴールド・オット・ベスト・ポップ女性歌手、ゼティックス・キッズ最優秀、ソロアクト賞の部門で受賞した。2008-2009、英語アルバムシャラップとリングフライ2008年に、初の英語アルバム、シャラップがリリース。これには、アルバム、ラフィーとイエッツ・ヤスト・レヒトの曲の翻訳版が含まれており、最初のシングル、 シャラップはホイールドクの英語版でドイツのシングルチャートで93位とラフィーによる最低のチャートイン記録となった。アルバムは10万枚を売り上げたものの最も売り上げの少ないアルバムとなった。アルバムはオーストリアで31位、ドイツで21位を獲得した。シャラップは2008年5月30日の音楽祭ザドームで初めて演奏された。4番目のアルバム リングフライからの最初のシングル、リングフライは2008年11月21日にリリースされ、ドイツで22位を記録した。アルバム、リングフライは2009年1月2日にリリースされ、ドイツのアルバムチャートで6位、スイスのアルバムチャートで21位、オーストリアのアルバムチャートで5位を記録し、世界中で10万枚を超える売り上げを記録した。2009年には、ドイツ、オーストリア、 スイスへのツアーを行ったが、ツアーの終了後、初めて活動を一時休止することを発表した。それに伴い、ベストアルバム、ベストオブラフィーが2009年11月にリリースされた。本作では、デアリージョンフォルトの再録音バージョンがリードシングルとしてリリースされたが、ドイツのチャートで94位を記録したのみとなり、アルバムは明らかな失敗となった。 活動休止により、バンドメンバーも2009年12月に、彼女のバンドを去り、マネージャーのボブ・アーンツのみがバンドに残った。2011年、イッヒ・ビンとフライ2011年6月10日に、新しいシングル、イッヒ・ビンが発売され、ニューアルバム、フライが2011年7月1日にリリースされた。ドイツの雑誌ビルトンのインタビューで、 この新しいアルバムは彼女にとって本当に重要であること、また活動休止の理由は家族と友人に会えない生活に疲れたためだと説明した。仕事を始めた時はまだティーンエージャーで考える時間もないまま早く時間が経過したため、いつも普段の自分になれる時間が必要で疲れから彼女は何日も眠ることしか考えられなかったと語った。チーム、バンド。 マネージャーと決別し、レーベルに契約を変更するように頼んだところ、幸運にも彼らは同意してくれたと語った。2012年現在、俳優活動とカムバック2012年以降は、音楽活動以外の活動を精力的に行うようになった。2012年3月末まで、期間醤油アソングに音楽スポンサーとして参加した。2012年5月11日に、長編映画、 ハンニーナニニのタイトル曲をシングルとしてリリース。2012年9月ドイツ語版プレイボーイの表紙を飾った。2012年11月中旬から12月末までエッセンにてミュージカルクリスマスキャロルに出演し、天使トベルの役を演じた。2014年10月22日から2017年10月23日まで、RTL テレビジョンのメロドラマアレス・ワズ・ツェールトで、 イバラ・コフスキーの役を演じた。2014年11月14日、電気、フライを発売、過去の電気、ラフィートは、対照的に、彼女は、著者として関与している。2015年以降、アレス・ワズ・セールとシリーズのイバラ・コフスキー役として、合計8曲の新曲をリリース。2015年3月リリースの、ワズ・ブライブとデニ4年ぶりに、ドイツのシングルチャートにチャートインした。 2020年7月15日、自身のインスタグラムアカウントを通じて、プロデューサーのクリスチャン・エラーは、ラフィーが、レコーディングスタジオに戻ることを発表した。2021年2月26日、マドンナのマテリアルガールのカバーバージョンであるシングル、イッヒビンワインがリリースされた。2月27日には、ドイツ公共放送連盟、ARD のシュラガーチャンピオンズに10年ぶりに、 出演を果たす。4月30日には、セカンドシングル、ハルトミッヒフェストがミュージックビデオとともにリリースされた。2021年5月、5枚目のスタジオアルバムの発売を発表する。2021年8月20日、10年ぶりとなる5枚目のスタジオアルバム、サーク・イン・ダイ・ツー・クンフトがリリースされた。限定ファンボックスには、ポスター、 サイムカードと新しい歌詞により再録音された過去の数曲を含むサークインライファガンゲンハイトと呼ばれるボーナス CD が含まれている。アルバムチャートで7位にランクインし、12年ぶりとなるアルバムチャートのトップ10入りを果たした。ありがとうございます。